じゃあ次行きましょう。カッコ2ですね。3点 OPQ が一直線上にあるようなシータの値を求めようと。でそのためにですね、まず直線 OP を表す方程式を求めてくださいと言われています。直線 OP、ね、もう P の座標が分かっていると。O は U までもなく原点やと。直線 OP というのは原点 O と点 P、この与えられたこの座標を通る直線ですよね。ね、もう書けば一目瞭然です。ね、原点を通る直線、これ比例の式ですね。でも傾きさえ出してしまえば式はもうしまいやと。そしたらここからここ、 x 座標は 2cosθ、 y 座標は 2sinθ 増えてるんで、傾きは 2cosθ 分の 2sinθ で、原点を通っているので切片は0なんでね、こういう風に表されます。あとは約分すれば、ね、y イコール cosθ 分の sinθx になるという風にわかるんですね。でセンター試験さんが言ってるのは、こういうなんかこんな感じの式で表してくれって言われてるんでね、まあ、特徴としてはイコール0にして分数でもないと。ということはシンプルにね、この分母を払ってあげればいいので、ここから両辺にね、かけるコサインシータっていうのをすれば、この分数がなくなってね、コサインシータかける y イコールサインシータかける x っていう式になるじゃないか。だいぶ近いですよね。そしてこれをイコール0に合わせるっていうことは、移項してあげればいいので、移行してあげればいいので、これをこっち側に移行すれば、 sinθ×x=cosθ×y=0 っていう、この与えられた選択肢の中にね、ある一つの形になるんですね。だから3番が答えだなっていうふうに判断できます。ここまで OK でしょうか。その次ですね、3点 OPQ が一直線上にある時のことを考えるですね。3点 OPQ が一直線上にある時のことを考えると、まあ、考え方の一つとしては、でまた次同じようにですね、 OQ の傾きを出して、 OQ の傾きを出して、それをイコールで結べばいいじゃないかと思う、そのやり方ももちろんあると思うんですけれども、ただちょっとこの Q の座標を見た時にですね、これの傾きをこの 2cosθ たす cos7θ 分の 2sinθ たす sin7θ みたいなしちゃうと、ちょっとやっぱややこしそうですよね。そこでまあひらめきたいというかね、図を書いてたらわかるとは思うんですけれども、 OPQ が一直線上にある、でわざわざ先 OP の式を出させたと。で、ね、一直線上にあるということは Q が OP 上にあると、こういうふうにやっぱ判断したいですよね。わざわざこの式を出してんからっていうことです。つまり Q が OP 上にあるっていうことは、ここの X と Y にね、 Q の座標を代入してもこの式は成り立つよと。そして式変形したこっちの形にも、当然ここの x と y にですね、 q の座標を代入してもこのイコール0になるという式は成り立つんだよと、そういうふうにやはり考えたいところです。ということでですね、ここの x 座標と y 座標にね、 q の座標を代入した式っていうのがこれになってます。であとはこれを展開して計算していくんですね。展開して計算していくとね、そしたら展開して、まあ、ご自身でやっていただければわかると思いますが、ここが消えるっていうことですね。残るのがこの sinθ×cosθ×sinθ になるよと。これがイコール0だよと。で、ここでやっぱピンときたいですね。サイタ、コスモス、コスモスサイタ。ね。もしくはまあ渋谷のコギャルのコスプレ最高で覚えてる人もいるかもしれないですけど、まあ、どっちでもいいです。加法定理のね、この覚え方、のあって思いますよね。あ、咲いたコスモス、コスモス咲いたじゃないかと。それのマイナスパターンじゃないかと。ね。こっちじゃないかと。っていう風にね、思い出して。これはやはり、このね、サインの過去、シータ引く、7シータ。っていう風に、変形したいところですね。OK でしょうか。じゃあ、あとはこれを計算すれば、サインの過去、マイナス6シータになると。で、サインの場合はですね、さっきと違って、まあ、ほんの少し注意が必要で、サインの場合、コサインの場合はね、シータもマイナスシータでもね、一緒になるんですけども、サインの場合は違いますよね。だって、サインは Y 座標だから。つまり、サインシータとサインマイナスシータの関係は、ね、プラスマイナスが反対だよっていうことなんで、これを6シータに表したいならね、ここにマイナスをしっかりつけてあげる必要があるんでしたね。これも OK でしょうか。サインマイナス6シータはマイナスサイン6シータになる。ただまあね、もう0で割るんで、これね、両辺マイナス1で割ったら、これ、あ、0なんで、両辺マイナス1で割ったらサイン6シータイコール0っていう式が出てきます。ね。それ今何やってるかっていうと、OPQ が一直線上になるのは、sin6 シータが0の時だよ。っていうことが分かったんですね。じゃあ、あとは実際 sin6 シータが0になるのは、角度がどんな時やねんっていうのを調べていきます。ね。先ほど調べたこの、
6シーターの範囲を使ってですね、この範囲の中でサインの値が0、つまり Y 座標が0になるときを探すんですね。もうわかりますよね。それはここです。サインっていうのは Y 座標に注目する。それが0になるのはここ。つまり6シーターが π のときですね。6シーターが π のときだよと。つまりシータは6分の π のときっていうふうに考えるんですね。OK でしょうか。以上が括弧2でした。